い、皆様こんにちは。便利やハッピーの感動の口です。7月15日木曜日でございます。午後2時ちょうどになるところでございます。群馬県大泉町を走っております酒田付近、あ、古郡付近ですかね。酒田を過ぎました。はい。深谷の現場から太田市に向かうところでございます。本日も皆様のご利用誠にありがとうございます。ちょっと午前取れなかったんで、午後からのご案内。今日はですね、まあ、割と天気はいい方ですね。少し雨なんかも降ったりした場所もあったりしましたけど、現在ですね、こちらの大泉町付近、気温28度でございます。左右は道路は354号線です。本日ですね、この後は、車屋さんのところですね、もう使わなくなったものとか、外に置いてあるものとかを片付けたいということで、ちょっと、その現場に向かうところでございます。割とちょっと雲多いですかね。時々晴れっていうような状況になってます。まあ、最近ちょっと、まあ冬用の花、コブシの花、あとそのアメリカ冬っていう大きな不要な花をすごい大きくしたような、あれもだいぶ見頃になってきましたね。すごい大きな大輪の花っていうんでしょうかね。まあ、いろんな色はありますけど、カラフルで、まあ、不要の花のお化けみたいな、アメリカ不要の花見頃になってますね。
緑がやっぱり多いですね。工場関係の所有しているところは植林、植栽、植林、木々っていうのはやっぱり多いですね。まあ、左側が競技、陸上競技場ですか。太田市運動公園。まあ、ってことですね。で、陸上競技場、左側。300メートル右方向です。なんかもしかしたらオリンピックの選手の練習とか使われてないですかね。ちょっとよくわかんないですけど。来週なのでこの辺で終了させていただきます。はい、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。